さあ、それではお客様をお迎えしております。ゲストとハッピーです。今朝のお客様は数々の名曲を世に送り出されました。まあ、作曲家であり、編曲家であり、そしてプロデューサーでいらっしゃいます。村井邦彦さんです。おはようございます。よろしくお願いいただいてありがとうございします。た村井さん、伝説の方がスタジオに、はじ、い、めましてよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。嬉しいですね。嬉しい。もう私の青春時代の歌、うん、ほとんど村井さん作られてる <laughs> いや、 あの、改めて村井さんが作られた歌のラインナップ見るとまさにもう何の大げさでもなく、ああすごい歌ばっかりですね。あの、トゥアエモア d の、うん ある一つでもそうですね。虹と雪のバラードももらいした。虹と雪のバラード、これは札幌オリンピックのテーマソングですね。72年でしたっけ私の中学校の時の合唱コンクールの課題曲だった。例えば、翼をくださいなんて今でもサッカーを応援する時とかみんなもうだって教科書載って教科書載ったりとかね。翼をくださいはなんかスポーツと馴染みがあってね、ワールドカップで歌われたり、それから、 長野オリンピックでも歌われたのかな、うん、でこの間の東京オリンピックは録音だったけどねスーザン・ボイルというスポーツ人が歌ってああなるほどね僕はあとは個人的にずっと悪友さんが好きだ好きだってこう若い頃から言い続けてきたんですけど悪さんの初期の頃の名曲は本当村井さんとよく混まれてらっしゃるんですよねあのね事実上の悪さんの最初のヒットっていうのはね あのモップスというグループカードがっ朝まで待てない。てい彼の最初のヒットかな、うん、それを、あの、僕はアクさんと一緒に書いて、ね、あれ本当にアクさんのエッセー読むと、締め切りが迫ってて、朝まで待てないから必、SO、要で書けって言われたのそのまま歌詞にしたみたいあれ本当の話あの、本当らしいんですよで。僕はね、あの、確認してないのは、先に帰って脱出しちゃったの。要するに、ね、ホテルに缶詰にされるわけ、えー。曲ができるまでね、帰っちゃいけないってわけですよ。で、僕は曲書いて、 あの、阿久さんに渡して、<laughs> <か>一足先にっ帰って、<laughs> その後阿久さんがえらく苦労をして、えー書、書いていて、<laughs> そしたらなんか担当者が朝まで待てますんって言われて、ああそれを台にしたというああ。ああいすごい。曲線、<laughs> <が>いわゆる曲線ですよね。アッコさんのデビュー曲も、星空の孤独も村井さんですよね。あれはアレンジね。アレンジであれは和田、え和田くん。 だからあの、うん、もう本当にあこさんが芸能界に世に出るっていうタイミングで、うん、ああいう才能のねくさんだとか。 村井さんとかが組んで世に送り出してるわけですもんね、うん、私は個人的には一番好きなのは「懺悔の値打ち」もないけどあ,あこれは悪友さんですね、ええ、すごい歌詞ですよね、うん、すいま、ねはい、だにインパクトだらけの歌ですよねはい、はい、ナイフで刺しちゃうんんだも刺しちゃうしあれ拘置所の中にいる設定の部分がかっ ちょっとカット後にされたとかいうのも聞きましたけどそうですねそういうことがあったみたいです、ね、あまりにストーリー仕立ての中のそのストーリーが、まあ、すごく衝撃的だから <laughs> で、ねはい、ある程度少しちょっと自主規制あの時代でしたら自主規制したっていうこういう数々の名曲がどうやって生まれるんですか 一生懸命書くんですよ。<laughs> 出た。素晴らしい出た。天才エピソード。一生懸命書いてるだけです。そうです。<laughs> いや、一生懸命書いても浮かびません <laughs> いやいや。あの、作曲家の方って二パターンいて。うん、なんか、天から突然メロディーが降ってくるタイプの人と。はい、一個一個、こう、音符を動かしながら、こうでも、ないあでもないってやってくれる方と。二種類いると思うんですけど、はい、村井さん、どっちなんですか。まあ、天から降。っ ノーミスをギューッてやって。<laughs> っていう。でプロデューサーとしてもいろんな方を見いだしてらっしゃるんですけど <laughs> それこそユーミンがね荒井由美っていう少女が現れた時の衝撃とかってどんな感じだったんですか 聴いて8小節聴いてすぐ契約しようってその8小節は何のメロディーのん曲ですか曲忘れましたけどねあの「かはしかにユーミンが曲を書いたのねで、それをビクターのスタジオでこう調整室に僕用があって行ったらかかってたんですよこれ誰書いたのっていい曲だねっつったユーミンっていう子だってんでこの子と契約したいから紹介して紹介してもすぐ分かあこれは天才だなってそう分かったああ やっぱ天天才才はに通じるものなんです細野もそうですよあのねキャンティーのオーナーの川添さんの家に細野くんとね小坂中が夜いたんですよ朝の2時とか3時にそれでギター弾いてたわけ細野がそれ聞いて8小節聞いてやろうと一緒に仕事しよう細野さん違ったんですか 全然違う。えー、ドミソって弾いただけで違うんだもん。<laughs> <laughs> 今、キャンティって話出ましたけど、これはまさに、もう、伝説のレストランで、それこそユーミンとかから話を聞いた時にも、あるいはユーミンが誰かと会話をしてる時、吉田拓郎さんとか、こう、あ,あの時キャンティでさ、っていう話が出るわけですよ。うんうん、ん何なんだろう、このレストランは。もう、すごく20代の頃から思ってて、だんだん分かってくるんですけど、それこそ、 ミュージシャンしかり文化人しかり皆さんがサロンのように集まっている伝説のような場所があったんですねそうですねはいそれを立ち上げた方が今お話に出たそうですねそれで僕ね最近モンパルナス1934というねまあヒストリカルフィクションですねあくまで歴史の事実を踏まえた上でのフィクション小説を書いたんですねでその宣伝にねアメリカからね日本までやってきて今日が初日なんです初日 この番組で良かったんでしょうか実際、今、拠点はロスなんですかロスです。あら、そうなんですよ。<ー>そのキャンティーを立ち上げた方が川添。えー ささんん1960年に始めたんですねで川添さんは戦前1934年に21歳の時にフランスに行ってその頃のフランスヨーロッパの政治の需要っていうのはヒットラーが力を持って共産主義ガンガンやってあっギヒットラーがファシズムガンガンやってスターリンがソ連にいて。 あの、共産主義ガンガンやって、その代理戦争みたいなことで、スペインで戦争が起こって、ヨーロッパ中の技術家たちがみんな難民みたいになって、特にユダヤ系の人とかね、パリにどんどん流れ込んでくる。その真っただ中に、この風の親父が。 <laughs> いたわけですよで中で一番仲良くなったのはハンガリーから亡命してきたユダヤ人の写真家の,あのロバート・キャパというね有名な写真<ー>僕ロバート・キャパの「ちょっとピンボケ」っていう本を実は読んだことがあって、はい、その翻訳を実は川添さんがやってたその通りで、はい、知ったんですけどそう,す、ね、そうだったんだうそうだったうもうなんか出てくる人物がみんなそうそうたる皆さんなんですよ 何なんだろうこの時代のうねりの中の真ん中にいる人。うんうん、で、日本はだから逆に海外から見ればまた戦争に突き進んでいってしまう日本の状況も、はい、まあまああるわけですよね。そうですね。<ー>はい。それで、あのね、そういう文化活動、国際文化交流活動を戦前からやっていて、はい、映画の輸入をやってたんですね。うん、で、一番有名な話はね、あの、えー、グランディビュージョンっていう大いなる幻影から日本代。ああ、はい。あ<の>はい ジャンルのワールドの映画。はい、それを日本に持ってこようとする。そうするとね、これはね、ドイツを侮辱するような内容の映画なんだよね。<laughs> うん、で、あの、ヒットラーとかゲッペルス宣伝大臣が反対して、うん、ドイツ大使館が、あの,あ,<ー>あの、反対するもんだから日本で上映できないとか、うん、それでなんか特攻にまた目をつけられて追跡されるとか、やこういうのは実際にあった話ね。うんうん、それで戦後ね、えっと まあ自由になって、日本の舞踊を海外に出すわけですよ。はい、で、その、あの、舞踊のと、あの、舞踊団の通訳をやってくれたのは、梶子さんという。はい。後で奥様になっんですね。すねその通訳をやる梶子さんという方が日本舞踊をあずま歌舞伎と名付けて、うん、いろんな方にこう、欧米の人に見せていくわけですよね。そうそうそう。のその、まあそれ方が川添さんの奥様になって、キャンティーというの立ち上げるんですけど、うん、その、 東歌舞伎のやり方っていうのを YMO を世界に売り出すときにかなり参考にされたというのがんん、ね、そういうことですね村井さんなんですでこの小説は一番最初に川添さんが亡くなって失意の川添和子さん奥さんとを慰めるために僕がカンヌに彼女を連れていくシーンから始まるのねそれはカンヌは思い出の場所なんですよ二人にとってね初めて会った頃のそれで 最後に僕が YMO をアメリカに持ってってグリークシアターで大成功するところで終わってるわけそれでこのねず茂さん僕がね YMO やったけどあなたがやった「東歌舞伎」に僕がインスパイアされてこういうのをやってるんですよっていうのが小説の最後になってるのねそしたらず子さんに頼まれるというかこのキャンティーを立ち上げたねろうさんのことをちゃんと書いてねってことを託されるんでこのおしゃれな小説が。 完成するこ流れてる音楽は「そのモンパルナス1934」うん、そうこれねあの映画にしようと思ってで来週東宝の偉い人と会ったりするんですけど絶対映画にした方がいいと思いまして <laughs> 読みながらただ映画にするには海外のさまざまな有名の場所の許可が必要ですけどね撮影許可がねだ、ね、から僕アニメーションでもいいかなと勝手に思ったぐらいあ僕もそう思ったんだけどいやでもそれぐらいうん、うん、劇的な出会いと人たちのこう 関係性っていうんですか、ねはいうん、こういう人たちがいたから日本のいろんな今の芸能界の才能ある人たちが、はい、ユーミンしかり y m ンしかり他にもいっぱいそうそうたる皆さんがうん、うん、キャンティーという場所を通じて、ねはい、出てきたんだなと思って、うん、それでね 必要でですよね、はい、で映画はまだ決まってないのに頭の中にどんどん音楽ができちゃったんで, <laughs> でもう村井さんを作っ,ちゃったして今あの流してる音楽で天才ますすごい話がいっぱいあるんですけどもうミーハーな感じでこのあと10時台も実際に YMO って最初どうだったんですかとか、うん、そこから辺の話も聞いていいですかもちろん、はいえー、今日はプロデューサーの村井邦彦さんをお迎えしてお送りしております さあメールで質問もいろいろ来てましてね美は一日にしてならずさんですい歌が上手くてもヒットする歌手、うん、でもヒットしない歌手もいます、うん、何が違うんでしょうかその見極めはどこでするんですか、うん、やっぱりオーラっていうかねその人間の持ってる力みたいなものがあの歌に乗ってくるんですねで技術的に歌が上手いとか音程が正しいとか、うんうん、という問題じゃないんだねやっぱり人に訴えかけるものが多い 歌手が優れた歌手じゃないかと僕は思うんですけど,ど結局だからもうそれは言葉で表現しきれいない人間の心が感じるものだからそうですね「オーラ」っていう言葉になるんですね、はい、勇気づけられますよね私とカッキーもあのホワイトバターフライズっていうユニット組んでるんですや <laughs> いやそう言ってるだけです、ね、<笑><笑><笑>歌うのは自由ですからね東京国際フォーラムで歌うんですよ、ね、あすごいですね、はい だから、あの、別に上手くはないんですけど、うんうん、<laughs> いろんな意味で心を動かすんですね。<laughs> うわ、素晴らしいと思うのもあればやめろよ、やめろっていう、そのね、心動かすこともあるということですからね。いやでもそう、村井さんがだから、ユーミンの曲をね、パッと聴いて、あ、もう契約っていうふうにおっしゃいましたけど、契約って何かっていうと、まあだから、村井邦彦さんは、アルファミュージックという音楽出版社の、う立ち上げた方でもあるんですわけですよね。 最初にだからユーミンの才能は作詞作曲家としての才能にそうなんですよあれ歌手として売り出すというつ,つもりはなかったしユーミンもそのつもりなかったかなかったそうなんですってそこらもちょっといろいろ集中してやろうと思ったそこが最初の契約なんですよ さあ、えー、もう、ちょっとね、お知らせの間もずっと村井さんのお話聞き続けてるんですが、<laughs> はい、音楽プロデューサーで作曲家の村井邦彦さんにお話を伺っております。先ほど、まあ、アルファミュージックって話が出ましたけど、これ、音楽出版会社というのを60年代後半に立ち上げたんですね。はい。はい、音楽出版会社っていうのは、つまり、作詞作曲のちゃんと権利を守る、はい。という形ですね。はい、すね当時はまだそういうの、走りだったんですよね、きっと、ねはい、そうですね。ポピュラー音楽の音楽出版社っていうのが、日本で、あの、 活躍しだすのはちょうど60年代この日本放送はね富士パセフィックっていう浅妻さんが始めたのがあってまあポチポチポチと渡辺プロの出版部とかね、うん、そういうのが出来たての頃ですね、うん、でもちろん出版っていうのはあの、うん、クラシックの時代から印刷してさ、うん、だベートーベンの楽譜とかショパンの楽譜を出す出版社だあったけどそれポピュラー音楽のいわゆる権利出版っていうのはその頃日本で。 うん、わっと広く、うん、広くですね。だからそのどういう権利を持つかっていうことが当然あるし、自分たちの大事なビジネスなわけですから、はいうん、作詞作曲の天才である荒井由美さんっていう人を見つけた時に、これはもう、絶対っていう感じで、村井さんも、うんうん。そうですね。ね。はい、だから最初は、作詞作曲家として荒井さんに曲を書いてもらって,って歌うのは、やっぱりこう、ね、村井さんがプロデュースしてた赤い鳥さんだとか、ハイファイセットだとか、はいはい、そういう時代がやっぱ初期あるんですね。そうなんですね。<ー> 歌のうまさだったらハイファイセットの方がうまかったりするじゃないですか。はいはい。わ、うん、かります最初の曲なんか例えばね、うん、そういう印象のこともありますよね。でもユーミンはユーミンの味があるんです、ね、そうなんだよ。その通りなんですよね。ハイイファイセット ユーミンの歌でね、ハイファイセット歌ったの、最高ですよね、み、まうんあの歌もうまいし、いろんな表現もあってね、うん、でもやっぱりユーミンのなんかああいう仕上がれた声で、なんかと歌うのも、<laughs> そのも,のもめちゃくちゃのに魅力があるんだねそのユーミンは、その先ほどが名前が出てるキャンティっていうイタリアレストランに、10代の頃から大人たちに紛れて遊びに行ってたって言うんですもんね。そう言ってますね、本人も。はいうん もちろんお酒は飲んでないでしょうけど、そういう才能ある人たちのとこに行って話を聞くのがまた好きな、うん、ちょっと、たた女の子ででもあったわけですよ、ね、すごくませたんでね、ね<ー>で、かじこさんみたいなね、とっても芸術家肌の人にすごく可愛がられて。はあうんはあ いたんだね。可愛がられるたちなんだね。そういう芸術家に、ね。もう吉田拓郎さんにお話を聞いた時に拓郎さんがおっしゃったと思うんですけど、当時もユーミンがもう天才なのはもうみんなもう認めてるところだし、うん、これから日本の音楽界を支えていく女性だと分かってるから、いいかと。荒井由美には絶対男として手を出すなっていうのが暗黙の了解であったっていうのは聞きましたけどね。うん、それぐらい彼女はもう、 キキラキラアイドルとしてアイドルというか才能としてそこに存在していった、うん、村井さんなんかもそんな印象で見てたんですかそううですね<ー>、はい、いやもう彼女の 今になってもね、やっぱり高校生時代の彼女の印象のまんまだよね。本当、はい、変わらない。うん、スタッフと喋ってるユーミ見たら、割とノリ女子高生のまんま止まってますよね。いい意味で。<laughs> すごい意味でミーハーだし、うん、なんか、あ、すごいなーと思って見ますね。YMO なんかどういう出会いだったんですか ?YMO はさっき言ったようにね、 川添の親父の家で、細野君がギターを弾いてて、これはいいやと思って、それで最初に頼んだ仕事がユーミンの「飛行機雲」ってアルバムの伴奏なわけよ。才能が集まってるんですよ、そこに。あれ、伴奏、細野さんやってるんでそう、細野がキャラルメルママって名前でね、バンド組んで、しかもその細野が連れてきたミュージシャンの一人が松任谷なわけよ、そこで運命が決まっちゃうわけ。 え、手出しちゃいけなかったんじゃないですか出したんですよ。<laughs> <laughs> それは知らんけど。<laughs> <laughs> まあ、二人は普通に恋で落ちたんでしょう, <laughs> うで。で、ミスリムってアルバムができる時の話もね、それこそ音楽評論家の萩原健太さんにもお話聞きましたけど、うん、もうあのアルバムなんかまさに今後の皆さんそれぞれの展開を考えたら、うん、天才が集まってた一枚というような、そのアルバムで、うん、そのミスリムのジャケットの写真が、さっきから話が出てるキャンティの 川カジコさんのアパ,ートでアパートなんです、うん、そういうのも出てくるんですへえー、そうなんだそうなのそれでその川添カジコさんがスタイリストになってで彼女はねイブ・サンローランの日本の代表をやってたんだね<ー>だからまあ本当にまだ高校出て間もないぐらいの若い女の子にサンローランの綺麗な黒いあのニットドレスみたいに着せてで古いピアノの前に座らせて写真を撮ってミ、うん、スリムという。 アルバムができるわけね <laughs> すごいっすよねなんか伝説のアルバムがそういう形で <laughs> 皆さんのなんか身近なところのノリで才能でいやいミスリムも私も持ってましたけど持ってました <laughs> ねそんな背景があるなって全然夢にもそうなんですしかもねそのミスリムの撮影をして4か月ぐらい経ってまだミスリムが発売になる前にか子さんが亡くなっちゃう <laughs> そう心臓あそうだなあ、うん、そうだなあそうだな でその YMO を海外に売り出すっていうのが、そのカジコさんのやってた、うんまあ、日本のね、うんまあ、カジコさんよりも、うん、あの広しさんね、ご主人の方が,がでご主人がやってて、でカジコさんはあのイタリアにいたんですねで、イタリア大使館の紹介で、うん、ほら、舞踊をやる前に、なんかイタリア語で観客に、これはどういう踊りなんだっていう説明を説明す,るする係をカジコさんがや。 やってそれが受けちゃったんですよその後全ヨーロッパその、まあ、彼女は英語とフランス語とイタリア語できますから <laughs> 全部そういういあ<の>それが YMO の海外の売り出しに役に立ったっていうのはどういう部分だったんですかいやじゃ売り出しに役に立ったんじゃったのはその方法論,方法論僕はまだ子供だったけどうん、うん、知ってたわけですよねどうやったらいいのかっていう、ね、ちょっと日本のミステリアスな部分みたいなものを、うん YMO の売り出しに使ったんですかあそういうようなことじゃなくてね、うん、ともかくね、日本人が海外で仕事するときは、海外のことをよく知ってる現地の人で信頼できる人をどう組むかって、うん、そういうことですよ、そういうことなんだ、そういう部分そ,それで、その川崎の営業を組んだのは、ソウルヒュ,ヒューロックというね、もう本当にナンバーワンのね。 あの工業そういう人と組むとそれこそロイヤル・オペラ・ハウスロンドンとかさ、うん、ブロードウェイの一流の劇場とかそういうとこバーってブックできるわけでね、うん、これ日本人一人で行ってねこんちやって行ったって劇場貸してくれないわけですよ <laughs> なるほど <laughs> で僕の場合は A&M レコードのね、うん、あのジェリー・モスっていう人とハーバー・アルパートっていう、はい、まあ業界の 超有名です、うん、彼らと組んだから彼らのネットワークでいろんなことできちゃうわけだね。本に関しても村上春樹さんがなんで海外でこんなにってお話を聞いたときに、うんうん、やっぱり。 誰が村上春樹っていう作家を広めるのかっていう組む人が大事なんだと、うん、だからニューヨーカーっていう雑誌の編集者が村上春樹さんに惚れ込んでみたいなうん、うん、そういうところの話を伺ったことがあったから同じなんですね同じですよ海外で日本人紹介するのは<う>誰が紹介するのか誰が組むのかって話がポイントなんですねまあでも YMO のお二人が今年ね、まあ、高橋幸さんと坂本龍一さんお亡くなりになりましたけども 村井さんはどんなもうその風報に触れたときには、本当に早すぎると思ったけど、うん、しょうがないものね、でうん、来週、細野君と会いますけども、はい、まあ細野君もがっかり、相当がっかりしてるみたいですね。まあ、でも、なんていうのかな、もう革命的な才能でしたよね、あの三人は。 こう今までのポップス界からは思いつかないもん。うん、だから、やっぱり、その、 現地で一緒に手を組んでくれた人たちも有能だったんだと思うんですけどやっぱ YMO の力そのものが世界に通用するものだっ、うん、そうですよもちろんそうですよそういう人たちがんかヘボなものをやるわけないんだからかのこのモンパールナース1934にも出てくるんですけど、うんうん、シンセサイザーを主体にしたテクノポップっていうスタイルが当時の日本という国の持ってるイメージともまた合致してたっていうような表記がちょっと出てきてつまり 日本のなんかこう、いわゆる企業の持っている技術力であるとか、そういったものともまた、うまいことシンクロしてたって話ですね。そうですね。70年代から80年代前半にかけて、日本の経済がガーッと上がってきた、その勢いみたいなものを、うん、そのこの3人組は、巧みに利用したっていうところありますよね。そうですね。 で海外のパフォーマンスではあえて言葉はほとんど語らずにひたすらこう演奏して、うん、それでみんなをぐわーっとこう熱狂させていくっていう,そ,う、ねうん、そんな時代はもう経験僕らはできないけど本を通すと。うん <laughs> 感じることができるから、やっぱこう物語って素晴らしいですね。うんはい、そうですね、うん。その、もうやることなすことを日本にね、それこそ村井さんが作曲して、阿久さんと組んで曲出したりとか、うん、いろんな人を見出してスターになっていく。うん、日本は右肩上がりで。うんうん、その時代のど真ん中にいる感覚って、うん、どんな感じだったんですか楽しかったでしょうね。楽しかったですね。うん、あのー、 本当にね69年に僕は初めてヨーロッパに行ってパリに行って仕事を音楽の仕事をしたんだけどまあその頃もね少しは注目されてました日本のことね、うんうん、でもねお前らなんか刺身生の魚食うのかとかね、うん、そんなことを驚かれるような、うんうん、状態だったのが、うん、70年代後半から80年代にかけて、うん、なんかやっぱり日本人のやってることって素晴らしいんじゃないかなってみんな思い出して。 んだよねうーんそれでほらあの日本語も勉強しするとね将来儲かるかもしれないと思ってさ <laughs> あの日本語もな習う人も増え, <laughs> あ増えるみたいなそういう時代背景が日本人がってた時代でしたね、うん、なるほどねいろんなメッセージで命令頂いております、はい やちまたのやっちまったのようさん、翼をください。作曲された村井邦彦さん。音楽の授業でみんなと合唱した歌ですと。ありがとう。当時は意味もよくわからずに、翼はためかせを、翼ためかせんとか思ってたりして、んうん、いろいろ先生に注意された記憶もありますが、いやー、本当にすごい方なんですね。というメッセージにいただきました。ありがとうございます。えー、キララさんはグループサウンズが大好きで、ザ・テンプターズのエメラルドの伝説はよく電子ピアノで今でも弾いてますね。ありがとう。懐かしい,、ね、優しいメロディーがとても好きです。<laughs> 作詞は中西玲さんなんんですよね中西玲さんしかり悪友さんしかり作詞家の方とはもう、ね、そうですねほとんどねんん有名な人とやりましたね安井和美さんでしょ<ー>それからもう岩谷時子さんでしょ<ー> <laughs> 山上道夫さんね安井和美さんとかも本当にもう若くしてお亡くなりになってましてこ、ね、の方もすっごいおしゃれな方だったらしいですね。 加藤和彦さんにもお話を伺いましたけど、ね、そうですか,、はい、そうで,すかでもそういう本当に皆さんが才能を持った方たちが楽しみながらこのキャンティーという場所でいろいろこう切磋琢磨したいっていう、はい、でもその創業者の川添さんという方がそれこそ1934年、うん、30年代にどんな思いで当時フランスで過ごしていたか、うん、海外で過ごしていたかっていう話がですね、はいはい、この ヒストリカルフィクション、はい、つまり事実をもとにして皆さんに物語としてお届けするという形で、はい、小説「モンパルナンス1934」という本になっております村井邦彦さんとともに、えー、日本経済新聞社の編集員の吉田敏弘さんが共同執筆ということでだからデータバンクはもうしっかりしてるので<そう> <laughs> 史実がめちゃめちゃちゃんとしてるという、うん、まずちらっとだけ読ませていただいたんですけれども文章の力ってものすごい、うん はいっていうか、もう完璧じゃないですか。はい、で文章も書けるし、うん、作曲もできるし、プロデュースもできる。はい。あの村井さんご自身は歌は歌われないんです、はい。あの時々歌うし、あのレコードも出してますけど。そうなんですか。<laughs> あのそれこそね、あの技術はダメだしね、あの下手なんですけど。 自分では味があると思ってますけど <laughs> 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 じゃあ今度一緒に歌いませんか <laughs> 一緒に三人で一緒にやりま, <laughs> やりますかということで <laughs> 音楽プロデューサーの村井邦彦さんでしたまたぜひお越しください、はい、ありがとうございました